ダウンタウンのガキの使いやあら変で。ダウンタウンのガキの使いやあら変で。の企画笑ってはいけないシリーズ絶対に笑ってはいけない。新聞社24時。絶対に笑ってはいけない。新聞社24時は2008年12月31日20時20分から2009年1月1日0時20分にかけてテレビ番組ダウンタウンのガキの使いやあら変で。 大晦日年越し SP の第2部として放送された企画である。この番組の CM において G ・ミシェルガン・エレファントのリメンバー・アムステルダムの曲が使用された。日本テレビ系列同時ネット。年明けの2009年1月11日と1月18日は未公開シーンが放送された。当企画のロケ地である東京・球団下のガース・クロビカリ新聞社は 千代田会館で2008年11月に収録が行われた。5人全員が新聞記者の紛争に着替えてバスに乗り込むところからスタート。笑ってしまった時の罰は全身黒タイツの男たちによって鉛筆の形をした棒でケツバット。判定方法は危機企画の不正解の BGM が流れアウトと放送されて罰が執行される。集合時から終了まで。 バス社内新聞社社屋大帝国劇場25周年記念舞台制作発表会見芸能プロダクション設立記者会見再婚会見新聞社のレスリング部芸能部の記者驚いてはいけない新聞社エンディングメンバーによる最後のエンディングトークで番組内の出来事を記事にした新聞の話は DVD ではカットされている2009年1月にガキの使いの通常会で放送 ここでも放送されなかったシーンは2009年11月25日発売の DVD 第15弾に収録された。なお放送日は関東地区及び同時ネット地域のもの。2009年1月11日放送、編集編集長室隊の新聞社からの視察裁判、昼食争奪戦芸能プロダクション設立記者会見2009年1月18日放送。 編集漫画家の葬儀 DVD の未公開、編集誘拐犯からのメッセージ新聞社内にある、セラピー藤原が持ってきた人気社会派、ありがとうございます。